はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、北斗高校いきなりコツ持ちウィークですね。で、今回は PSR 選択権で手に入れたジャギを使っていきたいと思います。まあ、ワンダー曰くジャギはかなり強いらしいので、ちょっと使用していきたいと思います。で、解放は全然してません。で、ジャギですね、まあ、タックがかなり伸びる感じになるのかな。で、敏捷ボーナスがあって、やる気効果があって、潜在能力は一応総力上限4まで伸びるんですけれども、まあ、査定的に変わるのがね、上限6になるので、まあ、とりあえず条件だけ1ついてます。で、あと筋力ボーナスは10までつくんですけれども、銀のきらめきだけぶっ込んで、7にしてあります。まあ、ちょっとこれでね、ジャギを使っていきたいと思います。で、あとは、北斗3キャラですね。北斗3キャラ入れて、やっていきます。で、この編成だと、精神の練習がないのかな。だから例えばレイディー枠をね、王子佐伯さんにすれば、精神枠が埋まるんですけれども、やっぱりちょっと独身術は欲しいので、王子佐伯さんは抜いて、レイディーを入れてますという感じですね。まあ、それでやっていきましょう。お、ケンシロウがいる。アシストキャラは、どんどん受けていきたい。 まずはケンシロウで評価を上げて、まあ、打撃練習とかね、できるようにしていきましょう。で、ジャギはなんか最初からいるんで、で、トキは途中から入ってくるっていう感じですね。打撃はいけるけど、ジャギってコツ何持ってんだ、ちょっと見てみよう。ジャギのコツ、キャッチャー、バント、代打なんて持ってんだ、追い打ち。じゃあ、まあ一応排除できるし、ジャギコツをもらっておきますか。アシスト来い、来た。で、ジャギのアシストのもらえるポイントは精神ですね。まあ、精神キャラがいないから、まあ、トキーでね、精神稼げるとはいえ、まあ、精神はちょっと意識して稼ぎたい。 13% か、回復したいな。じゃあ回復しよう。あ、ちょっと必殺技見てなかったわ。ジャギの必殺技がよくわからん、キャラを知らないから。で、精神キャラ、あ、そう、今回もね、天才の入部届持ってきてます。あ、千丸がついた、やった。ジャギよくわからん、お腹が痛そうだということしかわからない。ケンシロウがいる。で、ミオちゃんもまあね、評価は上げていきたいんで、ここでいきましょう。もう一回来い、ケンシロウ。コツ、上り上司。くれない。くれないというか、アシストしてくれない。ジャギがいる。ジャギ。あれ、ジャギって2回来るの？よくわからんな。よくわからんから、寝よう。で、時が来ました。で、最初の方なんで、これはちょっとチームメイト評価を上げていきます。からのケンシロウ、時ジャギ、ここまだ減ってないからここにしよう。誰も来ない、悲しい。で、二宮は彼女がいない時は回復の一番下、モテモテで、決戦やっちゃうか。優勢だから緩和できない。いけるっしょ、ほら、いけ。たまに失敗するけどね、これで。パワーヒタ、走塁で、ファウルカップ、金徳を進めます。で、ケンシロウ、わからない、ケンシロウ入れてるとなんか効果変わんの、ちょっとよくわからん。で、上げられるものはちょっと上げていきますか。で、大事なのは、まあ、この編成だとミートと、あと弾道も一応上げておく。敏捷ポイントはあるんで D にできて、
守備上げときますか。こんなもんで残しとこう。あの軽いコツはね、潰したいといえば潰したいんだけど、ミオちゃんまだか。ミオちゃんまだだけど、ちょっと打撃開けるか。そろそろタックが組めるようになるはずなんで。で、トキ回復してくれる。で、来ない。ケンシロだけ。ミオちゃん、開けられるんだったら開けとくか。で、編成的にはね、前4なんで、これちょっと前イベが詰まっちゃう気がする。まあ、猫はね、もちろん持ち込んでるんで。で、守備、まあやっとこう。はい、これでとりあえず大丈夫で、本当だったらこっからちょっとデートとかを進めていきたいんだけど、そもそもまだ彼女になってない。これね、確実に回復してくれるからね。もう一人の人よくわかんないけど。で、ケンシロウとかでしょ。タックはもう全員組めるのか。じゃあちょっと軽いコツを潰していこう。パワーヒッターはいいや、もう3で。で、悪球、ダイダ、ヘスラホーム突入、逆境もいいや、取っちゃおう。ムード、ホーム死守、プレッシャーラン、インコースとかも取りてえな。通り足と千丸がついてるから、もう基本的にコツ1取っちゃえば全部取ってっていいと思うんだよね。で、骸骨が欲しいといえば欲しい時は流し打ちくれない。で、水で、水はやっぱりなんか上だとね、緑解くのが微妙だった気がする。なんか慎重打法とかなんかそんないらないやつで、ここはまあちょっと次にかけて体力を回復しておこう。結構精神稼げたな、人が集まってたからか。打撃で勝負。なるべく体力はね、高い状態で保っておきたい。ツボ剣どうする。微妙な体力量だよね。ちょっとやめとこう。確実に確実に練習を取る。ジャギ肩、あー、ケンシロウの筋肉でいこう。よし、とりあえずアシストで、アシスト受けたらやっぱり打撃を開けたいよね。一発で打撃が開けられればいいんだけど。で、告白来た。 OK、 何もない時はデートをする。時がいる。ここは開けよう。で、勝つ時のアシストを受ける。 OK、 いいね、いいね、なかなかいい感じで。メンタルにね、練習がないからメンタル開けてもね、ポイントが少ないんですよね。で、ここどうする。ま、筋力はさすがにあれだしな。ちょっとこういう時はデートしますか。それで世紀末の打撃が来てくれればそれで嬉しいけど、来ない。そもそも誰もいない。ジャギやるか。ジャギ来い。ジャギ、お前のアシストを受ける。来ない。で、倒せはしないよね、さすがに玉砕覚悟。それはさすがに、それは分かってた。ジャギ、ケンシロウ、トキ、あー、まあ人がまだ多いからやっとくか。来ない。よくできた弟。で、ここは、ここはなんだ、わかんねえ。上がホーム死守で、下が盗塁。どっちもどっちだな。あの、コツ持ちウィークじゃなければね、もちろん盗塁を取りに行くんですけど、上でいいや。それなりに経験ってくれるね。メンタル見るけど何にもなしか。いやー、微妙、若干微妙感が出てきたな。メンタル減らしとくか、少しでも。
で12月3週練習して、でクリスマスで回復してくれて、正規のスタックが起きない、人はまだちょっと多いな。トキジャギジャギ、よしで吹っ飛ばそう。いや吹っ飛ばすか、吹っ飛ばさなくていいんじゃないか。型練習やって吹っ飛ばすって狩猟を倒すかどうかね。これ決戦、ここがまだ多いよな。でこれだって吹っ飛ばせるでしょ、狩猟を倒せば。あ、ここが微妙か。やっぱ吹っ飛ばしとこう。じゃあやることないし、やることないし吹っ飛ばしとこう。北斗ラカンキ、てかジャギも北斗の一族なんだ。なんか単なる悪役かと思ってた、人気のある悪役かと思ってたけど北斗一族なんだね。まあそりゃそうか、イベキャラになるくらいだから。で体力はあるんで経験点を狙っていきます。中吉、さてそこからちょっとまた能力上げをしていきます。とりあえずディーユに揃えて、あとはミート、ミートは B にしておきたい。まあ吹っ飛ばしたいっていうのもあるんで、あと C に揃えていこう。技術が少し足りないかな今のところ。あと取れる特能ももちろん取っていかなきゃいけないんで、走塁は2段階だから、アーチスト忘れないうちに取っとこう。なんかデートしててあれ取ってなかったみたいになったら最悪だからな。技術的な問題でちょっと取れるコツが少ないね。本塁石棺、ラッキーセブン、こんなものか。で残り4ターン、これ開けとくか。で世紀末タックが来たら世紀末タックやって、来なかったらデートで、世紀末タックでできれば終わらせたい。アシストが発動してるから手がしびれる。受ける、でここも進み出して、何にもない、何にもない時はデート、悲しいから。練習する意味がない、だったらデートをする。やる気は上がらない。よし、とりあえず打った。ミートがね、直上げするからね。下流の生き様来ない、マジか、どうしよう。いや、もう一回デートでしょう。3回目。で、これで次、世紀末タックが来なければ、普通に全排除。来ねえじゃねえかよ。どうなってんだよ、まったく。超もったいないんだけど、このアシスト。一発逆転。一発逆転は回収するか。2打も取っとこう。まあ5あるしね。で冷静って意外に重いんだな。競争心、インコースも取っちゃうか。まあ来るよりは勝ち合ってもらった方がいいかな。意外性、走塁はあるから取っちゃおう。もう2段階で盗塁も取っちゃう。であとはアシストを受けながら打撃をできれば開けていきたいんで、ジャギ、よしアシスト。やっぱ彼女キャラがいるっていうのはね、クリスマスイベントで回復できるのと、お正月でもまあ回復できるのと、さらにバレンタインで回復できるんで、だいぶね体力に余裕があるんで、でかつ二宮から降格打法もらえるんで、これかなりでかい。で降格も2あればもう取っちゃうでしょ。さて打撃が開けられるとはいえ、開けられるとはいえ、ケンシロウの走塁か。ちょっとレイのメンタル開けとこう。レイアシスト遅れ入れてないけど、
くれない。打ち上げた。悲しい。さて、じゃあそっからまたアシストに入ってくんで、ちょっと打撃当てたいから、トキ。トキ、来ない。ジャギが来た。ちょっとよくわかんないけど、勝手にイベントが進んでいく。世渡り上手。おお、開けといてよかったね。まあまあまあ、そんなに点数は多くないけど、まあ吹っ飛ばせるのがね、でかいからね。今回さ、やる気が結構絶好調に保てないんだけど。下流の生き様、これは練習あるのみ。体力は減る。でちょっと体力的にきついから、デート4回目をして、これで新アーティスト。いや、回復量もいいし、スカッてスカりやがった。祝福だけ、こういう時に限ってスカるよな。ジャギ、あれジャギってアシストくれんだっけ。で俺も身につけたい。吹っ飛ばしとしては、あーでもまだまだいるか。ちょっと経験点がたまりつつあるね。でアシスト、冷静、冷静はもう掴むか、さすがに。まずミートは A で、パワーも B、 総力 B、 肩 B、 守備 B、 補給 B で A にしよう、余ってるから。でパワーじゃ A にして、筋力がなくなる。ちょっと待って、コツを掴んでこう。じゃあこっから冷静、祝福は骸骨ないし、窮地、打球の B はまあしょうがないよね。レンダー若干重いよな。他はバント、どうなの、ちょっと取っとこう。バントが来ないことと信じて。対左も1は、1はちょっと厳しいな。まだチャンスもちょっと厳しいね。で何もないからデートして、これで終わりか。回復目的で、正規末タックが来なければ決戦に挑もう。体力が減ったあ、来てるし。打撃どう、なかなか、なかなか残ってるね、なかなか残ってるねまだ練習はできるよね、自然回復して。だから正規末タックっていうか、これさ体力減るじゃん。やる気は上がったんだけど、で正規末はもう無理だから。これででもいけるんだ、いけそうなんだ。残り3ターンでしょ。いや厳しいな。いや決戦かけるかで、自然回復でなんとか、うん、まあなんとか倒したで、自然回復でなんとか、あの練習ができる体力量まで持ってってもらえればいいんだけど、正規末タックが来ない。1人4人レイ回復しようか。レイよし、アシスト来て、これで次正規末タック来てくれれば全員ぶっ倒せる。それに全てをかけよう。来ない悲しい。じゃあどうする、肩か筋力か。必殺技ももったいないな。肩だな。まあ、この経験値は結構でかいからね。パント来た、アシスト来たそうか、まだ敵がいるからか。メンタル、ちょっと一回寝よう、寝て考えよう。でさすがに、じゃあバントは取るも、職人まで取っちゃう。一回寝る。
応全回復した。でここは安定の上、なんか下にしてもろくなことにならないから。さてで打撃見て、打撃はもう開けちゃいたいけどな。ジャギケンシロがいるか。開けちゃいたいのは開けちゃいたいから打撃を開けとく。であとはアシスト受けながらちょっと考えよう、いろいろ。よし来た、開けといてよかった。で意外にあれだよね、まだ全然上限突破してないっていう、均等に上げてるからね。はい、あれレイリーとかまだイベント終わってないよね。だって北斗3キャラ入れてなんかこれだからな。おお、この前失敗したからな、悲しいことに。カタケンシロウ、カタケンシロウか、カタケンシロウか。まあいやや、本当は守備がいい、トキがいるから。アシストはくれない。で喧嘩は体力が減るからやめてほしいんだけど、ダメだ、もう寝るしかねえわ。げー寝れない、これ超悲しいよね。ジャギ、いやいねえ、人がいなさすぎる。ヘッダルでちょっとお茶を濁すか。あそこで回復できなかったのがかなり痛いな。寝るで、でレイリー、よし OK。デイリー通過してくれないと全てが水の泡だからね。独身術ないっていうのはもうありえんかな。で走塁やって時からアシスト受けるでしょ。 OK。 でできればこの体力量で狩猟を倒したい。うーん、優勢か、優勢だったら行こう。これはもう優勢にかける。よし、ちょっと怖いんだよね。まあ大丈夫だろうっていう感覚だけど、失敗したかっていう時があるからね。よして世紀末走塁で独身術は取ったからミートは上げきっちゃって、パワーが S にしてちょっと能力をもう上げていこう。足りねえ。ちょうど敏捷が足りてないか。ケンシロウやろう。ポン。でもう一回くらい寝ないとこれ無理だよね。一応アシストが来てるとはいえ、4番サクッと回復アイテムをね持ってきてないからね。じゃあ新アーチストはもう掴んでおこう。あーなかなかでっかいタンクがね来ないね。なんかこう300300とかの。まあ、そのタックをやるにはもうちょっと固めた方がいいのかな。嫉妬逃がさん、アーティストをなめるな。ゲーすっげー点取られてんだけど、誰だっけピッチャー、レイか。さてこの体力量、やっぱね精神がいないっていうのがねちょっときついんだよね。げっ、ツボケンまだ終わってなかった、ありがとうミオちゃん、超嬉しい、マジで嬉しい。えこれどうする、これ、ま、どっちもはけるか。これはこのくらいだったら
二宮とジェコツがあるんだよね。経験点は少ないけど、ちょっとコツを狙おう。敏捷ポイント。よし、で世紀末タッグが来て、全部はさばけないけど、次練習できるっしょ多分。はい、できるできるできる。自然回復すれば何とでもなるとか言って、ここで負けたりしてね。で技術が少し足りてないのか。で敏捷はじゃあ持っていって一応101、これもまあ使うから100まで上げとく。うん、技術が足りない。筋力はね結構余るよね、ここ。かといってさ、パワー上限のさ、照森さん入れると超厳しいからね。なんか一回照森さん入れてね、やってみたんだけど、彼女キャラというのはね、なかなかに扱いが難しくて、この高校は。しかも照森さんの場合って二股した方がいいんで、それもまたね微妙なところなんだよね。すげえ特殊なキャラだから、二股専用キャラみたいな。だって二股してないとさ、クリスマス回復しないからね、体力。まあ、4回デートしてれば回復するんだけど、そこまで進まないよ。北斗高校でクリスマスまでにデート4回とか。だからあとは選手キャラでちょっとパワー上限アップが来る人を待つ。検証十字砲打てね。あとね、もう来週からフリート高校が出るんで、ちょっと北斗高校は多分一旦お休みになってフリート高校やっていくかな。フリート高校マジで何にも分かんないから。なんか役割あったよね、ちょっと見た感じだと。でこれ 7%、 いや全然稼げないからこっちでや。 7% よし大丈夫だ。これ怪我したらマジで最悪だったからな。これでちょっと技術稼いで、さらに精神的支柱を取って、もう無理だよ、さすがにもう無理。筋力余りまくってんな。ちょっとまず S にしてからの S にする。で敏捷がだいぶ残ってんのか、守備移動とか総力バーストとか取れそうだね。総力ブーストか。技術が足りないってちょっと厳しいな。打開が技術使わない。精神的支柱もちょっと取れるときに取ろう。芸術的流し打ちは骸骨取ってあるからだいぶ楽。よし、あとはちょっと試合をしながら、ここはさすがに寝て、あと2回練習しよう。試合経験点ボーナスも結構積んであるからね。あとはどこまで伸ばせるか。お待たせいたしました。まあ独身術にこだわらなければもうちょっとね伸びたかもしれないけど、独身術がないとそもそも俺パワチャレに入れないから。全員独身術持ちだから、うちのチーム。イベントとかだから結構ね楽、そのパワチャレ系のイベントがあるとき、まあ、もちろんあの入れ替えもしないからね。だから独身術要員だけね、なんかそのベンチっていうか2軍とかに置いといて、イベントが始まったら入れ替えるっていうのはありかもしれないけど、それはそれでめんどくさいからね。だから挑戦状用にね結構左打者も多い。だ今回は左バッターだから何にもない。14、12、筋力はまあいらないっちゃいらないんだよな。こっち黒金
て、じゃあ大打撃取るでしょ、孤軍奮闘も取るでしょって完全にまた技術がなくなったな。技術を使わないものなんてないんだけど、まあ電光石火はね、なんだろう、あの多分そんなに査定的にいいものじゃなかったと思うわ。で結構技術使うからね、敏捷も使うけど、この回の先頭バッターは神保。でも取っておけば伸びるのかな、経験点がでかいってことは。投げました、打ちました、痛烈、いった、イメージがつかないけど、祝福とかはねそもそも安いからね。先ほどホームランを放った神保、低めボール。アーチストとかってそんなに効率的な話をすると良くないんだよ、まあ、新アーチストが二次得なんで、まあ、そのために取るっていうのは全然ありだけど、スタミナがなくなってる、大丈夫か、ゼリー型とっつぁん死んだ、全然進化が曲がらん、俺は祝福を受けている、3点怖いんだよ本当に。ハピオン、この回の先頭バッターは神保、今日はソロホームラン3本も打っています。ドロップカーブって打ちにくいよ、ね、次の投球投げました、来た、しかしそんなものは関係ない、俺はジャギから祝福を受けた、ジャギの祝福あれ。そういえばさ、23も上がるんだ、最後微妙、あのレイリーちゃんがねどうしてもタックがちょっと弱いからね、いやーだったらちょっと少しでも技術を稼ぐ。ラオウ、ラオウの方が強いんだ、あれサウザーって、あ決勝で出てきたか、地方大会の、ちょっとこれ102にしとこう。で55で取れるやつなんかある、明鏡止水、一層がちょっと取れそうだな、独身術取ってね、独身術は絶対だな。で恐怖の満塁男もどちらかといえば精神か、で技術の芸術的流し打ち、チャンスとか総力ブースト取っとこう。であとはミオちゃんが不動の4番をくれるかどうか、不動の4番用の筋力って足りる？お待たせいたしました、まあ、ちょっとここでの経験点は必須だな。ラオウって打ちづらいんだよな、早速引っ掛けちゃったし、球速170あるからね。ちょっと待って、 V スライダーめちゃくちゃ引っ掛けてんだけど、やばい、これ経験点いかないぞ、いや詰まらせられたし、振り遅れてんだよ、だから勝った最悪だ、これ経験点いくつ、3球で仕留められてんだけど、それでも57くれんだ、意味がわからん。スカウト3評価上がってるけどさ、何が良かったんだろうね俺の23も上がってるけどさ、何を評価してくれたんだろうあのスカウトさん、影山さんは。これでも1位にならないんだ、そうだよね。みおちゃん体が軽い、73、いや最後取れなかったのがかなり痛いんですけど、これ金徳経験点的に取れない可能性がある、13000、そもそもちょっと経験点が少ない。不動の4番取るでしょ、で独身術だって絶対でしょ、からの芸術的流し打ちが取れないなこれ、まあ満塁男か芸術的流し打ちかっていう多分とこだよね、そう満塁とか取れない、じゃあチャンス取れるかってとこで、結局守備移動も取りたかったな、で技術がやっぱ足りてないんだ、まあ、これが限界かな、これが限界だね、うちの限界です。取れるほかマジでない、なんかある技術がないからあれも取れないわ、少し敏捷が余っちゃったけど、
まあこんなもんでしょうということで、なんかさ、この前千丸つかなくて SS7 とかじゃなかったっけ。うん、やっぱ経験点がね、世紀末タッグが多分ね、精神入ってなかったっていうところが少し厳しかったところなんだろうね。うん、だからできればだって6条件独身術、やっぱね、独身術必須っていうところが俺のデッキをね、縛られちゃうポイントだと思うんですよね。まあしょうがない、まあ一応そういうのは俺のコンセプトなんで、まあそんなわけで、とりあえず、北斗高校はこれで動画にするのは一旦お休みかな。また来週からフリート高校が始まりますので、まあ、ちょっとそっちの方、やっていきたいと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。